い、皆さんこんにちは、こんばんは、ルルシーです。本日はですね、モンストの、の方をプレイしていきたいと思いますが、道化師は空っぽの魂で笑う究極ってことで、ジョーカーに挑戦したいと思います。で、一応初見って感じなんですけど、まだダンジョンの内容は見てないんですけども、アビリティの方、アビリティじゃない、なんだっけ、アビリティじゃない、ギミックだ、ギミックの方はちょっと情報をもとにパーティーが組みました。はい、ダメージボールと重力バリアって感じだったので、それをメインにちょっと組んでみました。で、お量がちょっと妙ね、食してないのでちょっと申し訳ないんですけどでそこは申し訳ないです。はい、ではね、ちょっと最近いい実を食べてくれたアーサーをね連れて行って、早速挑んでみたいと思います。はい、最近もアーサーばっかり使いすぎてて他のモンスターが珍しくルシファーを入れていないはい、では行ってみたいと思います。とりあえずこの場合はあれだよね、アーサーに当てとけって感じだよね。こっちの方がいいかな。結構えぐい結構えぐい。よしよしよし、いい感じ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 。クッシーさんを引っ張ろうか。よし、あー、ハート取れなかったけど、まあ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 はい、バトル2です、バトル2です。もうなんかアーサーがいるとね、とりあえずアーサーに当てたくなっちゃうんだよね衝動が抑えられない。カンカン、おお、結構火ダメ多いかな。はい、でアーサーが万能すぎて万能すぎて怖い。いいよねとりあえずギミックで重力バリアとダメージを出てきたら、とりあえずアーサーの感じになってるもん。はい、アーサー、あお、はい、ボス24ターンでスピグリ頑張りたいぞ。ジョーカーさん、どうしようかな、取ってよっかね、これね、これで朝行こうか。どうしよう、これハート取っちゃいそうだね。どうしよう、取っちゃおうか。
これ油断できない。これこの感じ油断できない。ちょっと。これは油断できない。ちょっとなんか不安になってきたよ。これシールドブレーカー持ってたらいいのかな。どうなんだろう、シールドブレーカーいた方が安定するのかな。これここでまさかのシールドブレーカー復活するっていう。うわー、やばい。いやー、ハート出たからよかったけど、これ もしあれだね、もしかしたらシールドブレーカーいた方があれかな、安定しそうかもしれないね。シールドが結構こうダダダダダってやってくるから、それだし近くに行かなきゃいいのか。シールドの近くに行かなきゃいけない、いいってことか。でも朝はもういるし、朝はもうすでに近くにいるからな。とりあえずよし、ちょっとあったあったん、どうちゃうかなこれ。えい、なんか鈍い動きになりました。とっても鈍い。あ、でもよかった、シールドの近くにいない方がやっぱりいいわ。ちょっと待ってよ、これどうしよう。ちょっと待って、ちょっと落ち着け。多分この左上に行きたいんだけどね、左上に行きたいんだけど、これ絶対突っかかるから、かかるよね。うわー、シールドの下に行っちゃった。うぐい、使おうかも、使おう。えい、逃がさへんね、逃がさへんね。えい、あシールド、あ、そうか、ビストンじゃないね、シールドだね、シールドだ。車、こっち、どうやろちょっと、うおー、激しい、激しいよ。アーサー、待って、1、1、あ、怖い。アーサー1回使っちゃう。いけい、選択の加護のもとに聖剣エクスカリバー。そうですね、その通りですね。その通りです。ちょっと危ないかなって思ったから使っちゃったんですよね。やめなさいね。今使わなかったら結構危なかったもん、絶対。あと9ターン、あと8ターン、8ターン、8ターンかな。シールド使っちゃえ。えい、踊り狂っちゃえ、ストライクさ。無理や、無理や、無理や、無理や。まあ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 ちょっと勝利した感じね。このブザブザブザに当たるとちょっとねちょっと怖いな。アーサー、えい、あー微妙だったな。微妙、ちょっとあかん感じで、すごいあかん感じ。えい、うわー、ミスショット、ミスショット。ちょっと待って、パッと取れた、フィニッシュ。えい、あー、シールドのショットやべえな。あ
その朝か。激しすぎでしょ。よし、これでどうや、これ。アーサー頼り、もう本当に。えい。いけ。このショットにかかってんじゃない、これ。ちょっとえいよしうわー、危なかった、危なかった。ギリギリスピクリいけたよ。危なかった。なんとかいきましたね。いやー、お、落ちた。落ちたお、ジョーカー。怖い。怖い。めっちゃ怖いんだけど。この、ファサーってなってるここにいっぱいいるやつ怖いんだけど。ちょっと。やめてほしいんだけど、これ。怖っ。はい、てなわけでジョーカーさん無事にノコスピクルゲットしました。しかし、ちょっと不気味すぎる、ちょっと。このキャラ。なんか、チャッキーみたいな、なんつったらいいんだろう。なんとも。あ、まあ私はちょっと嫌だかな。はい、てなわけでモンストのジョーカー、結局ですね。男女はノコスピクル無事できました。ね、まあ、ダメージオールと重力バリア対策だけしていけば大丈夫かな。あとはシールドの近くに、シールドなのかな、シールドよ、シールド の縦に羽生えてるんですね、あれの近くにあまり行かない方がいいと思われます。それかシールドブレーカー、貫通のシールドブレーカーかな、連れてってあれ破壊しちゃった方がまあ手っ取り早いかもしれない、もしかしたら。今回私はもう火力攻めで行きました。アーサー2体、リーダーアーサーにして、フレンドもアーサー連れてって、アーサー2体で火力攻めな感じでした。なので、なんだろう、作戦っていうか、なんだろう、頭使う系で行く、なんか違うな。頭使う系、私はパワー系で攻めたんで、頭使う系で行くなら心臓ブレーカー持ってって、返したらいいかなと若干思いました。はい。ではね、今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。次の動画もよろしくお願いいたします。ダルルシュでした。じゃあまたねー。